日本プロジェクト in 神奈川アンバサダーの富田誠です。古くから城下町宿場町として栄えた小田原は、恵まれた豊かな自然を生かした食文化が育まれてきました。都徳小田原はその伝統文化の中から生まれた魚のテーマパークです。今日はその都徳小田原の魅力をお伝えします。海の幸の海鮮グルメを楽しめるのが漁港の駅都徳小田原です。都徳小田原のおすすめをご紹介ください。はい、当店は1階から3階までの建物になっておりまして、1階が地元の生産者をはじめ、小田原漁港で採れた新鮮なお魚でしたり、その他にも水産加工品や可愛らしいスイーツもご用意しております。2階になりますとフードコートになっております。海鮮丼や定食などをお楽しみいただけるととまる食堂とイタリアンのお店がご用意しております。3階はお刺身食べ放題のお店になっておりまして、お刺身も常時5種類から6種類ほどご用意してまして、揚げ物でしたりトッピング類も含めて全部で常時30種類ほどご用意しております。地元の方はもちろんなんですけれども、観光のお客様も都内からも1時間ほどでドライブを楽しみながら来ていただけますので、小田原も楽しみながら当店でお買い物とお食事を楽しんでいただければと思います。小田原漁港の台所ととまる食堂で注文したのがマグロのとろとろ丼です。いろんな食感と味が一度に楽しめるマグロの盛り合わせです。こちらはテイクアウトでも注文することができます。皆さんも都徳小田原で美味しい海鮮グルメを味わってみてくださいね。海と日本。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。